ついにこの日が。お疲れ様です。小道具です。さあ、届きましたよ。待ってました。何が届いたかと言いますと、開けてみましょう。それでは、取り出しますよ。こちらです。今回紹介するのはこちら。先週に引き続き、アメリカのラグジュアリーブランド、XEZOのボールペンです。このチャンネルでXEZOのペンを紹介するのはこちらで7本目。そして、なんとなんと、今回はXEZOからご提供いただいてしまいました。いつかXEZOから提供が来ないかな、と思ってたんですよね。思ってたんです。今回ペンの提供をいただいた経緯なんですけど、先週の動画を作成している時にメールでXEZOにいくつかの質問をさせていただいたんです。そのメールの中で YouTube でボールペンを紹介しています。御社のペンもいくつか紹介しています。と自己紹介をさせていただいたところ、創業者のイェブゲニー・ジェニン氏からご丁寧に回答をいただき、XEZOブランドに対する素晴らしい貢献への感謝の印としてペンを提供させていただきます。とオファーをいただいたんですよ。恥ずかしげもなく白状すると、実はこっそりこの展開を狙っていたんですよね。いやらしいでしょう。ジェニン氏から最初にオファーをいただいたペンが、なんと偶然にも、先週紹介したマエストロ925スターリングシルバー、ホワイトマザーオブパールキャップのボールペンだったんです。正直に、そのペンは購入したばかりなので、こっちのペンをいただけませんかとずうずうしくおねだりしたのがこちらのペンとなります。XEZOは私の推しのブランドですからね。そりゃあめちゃくちゃ嬉しいです。XEZOブランドについて詳しく知りたい方は、前回の動画をご覧ください。リンクを貼っておきます。スリーブが結構汚れていますね。こちらは筆記具マニュアルと言われているもので、ペンのカタログと取扱説明書が一体化したものですね。しっかり日本語でも掲載されています。XEZOは日本の顧客に対して高い評価をしていて、他のマーケットの顧客とは違う認識をしています。そして、日本市場に向けて意欲的な姿勢を見せています。来年の東京インターナショナルペンショーに出展したいと言ってました。それではスリーブから化粧箱を抜き取ります。いやー、興奮しますね。こちらの黒金の黒子片押しのいかついのがXEZOの化粧箱。7箱目なのでもはや驚きはしないんですが、なかなかユニークですよね。では、開けましょう。ユニークな観音開きの化粧箱、ドキドキします。いつもの通り、いろいろ入っています。まずはこちらが、サーティフィケート・オブ・クオリティ、品質証明書。品質検査をした人のサインがあります。品質へのこだわりと自信を感じますね。そしてこちらは、インターナショナルギャランティーカード、国際保証書。こちらにも自筆のサインがあります。そしてこちらは、スペアのインクリフィルが入ったアクセサリーボックスです。リフィルを取り出してみましょう。こちらはシュミットのイージーフロー9000の M サイズ。メイドインジャーマニーの低粘土油性インクです。スペアのリフィルが入っているのはありがたいですね。普通に買ったら600円から700円くらいしますから。ペン先の先端が保護されているのもいいですね。それでは、元に戻します。さあ、それでは、ペンを取り出しましょう。ドキドキします。まず、袋から取り出します。しっかりと保護されていますね。大切に扱われています。蓋を開けた時にペンの姿が見えた方が気持ちが上がるんですが、こうやって保護されているのも好印象です。改めまして今回紹介するのはこちら、XEZOマエストロヴィンテージコレクションボールペンブラック&ホワイトマザーオブパールです。価格は税込み41,200円。これまたヤバいやつが我が家にやってきました。しかもXEZOからご提供いただいちゃいました。いやー、動画投稿してたらこういう素敵なことがあるんですね。自分が推してるブランドですよ。それではデザインを詳しく見ていきましょう。真鍮にクロームプレートが施された口金、ボディとのつなぎ目がふっくらリングのようになっています。結構小さい口金ですね。ペン先を出すとこんな感じ。そして真正面から見るとこんな感じです。開口部に少しクリアランスがありますね。ゴールドもいいけどクロームも綺麗ですよね。そして軸は真鍮のオクタゴン8面体、フランス領ポリネシア島タヒチアンパール AAA のグレードを誇る黒蝶貝と白蝶貝を交互に組み合わせて手作業で増顔し磨き上げてあります。黒蝶貝はいろいろな生産地がありますが、タヒチ産のものは生産量もさることながら品質がとても高いことで有名です。軸はリングの手前でキュッと絞られています。そしてこちらの真珠層はクリアコーティングの処理がされていない無垢のままで手作業で丁寧に磨き上げられています。凹凸を感じられないので最初はコーティングがされていると思ったんですが、されていないとのことでした。キャップリングにはアール・ヌーボーからインスピレーションを得て自然の芸術性を模倣したデザインが彫り込まれています。真珠層って無機結晶層とタンパク質の層が交互に存在していて、何層にも積載されているんです。その構造がゆえにかなりの強度があります。そして光が当たると真珠層の内部の各層で反射が起こって魅惑的な光を放ちます。ということで今回は屋外で撮影をしております。リング、クリップ、転換はマエストロシリーズの共通のデザイン。クリップは結構固めです。使用に困ることはないですね。転換サイドにはXEZOマエストロナンバー004202と刻印があります。シリアルナンバー004は和解ですね。そしてリミテッドエディションの刻印。マエストロの特徴、転換に黒い丸い樹脂パーツが鎮座しています。こちらの商品、なんと3ヶ月で100本しか作れないらしいです。もちろん職人によるハンドクラフテッド、手作りです。それではスペックを見てみましょう。まずは重量から。重量は 51.6g、 50g を超えてきましたね。最高じゃないですか。長さを計測します。ペン先を出した状態での長さは 149.5mm。 長いです。ロングボディ。それでは軸の太さを計測しましょう。明らかに太いんですよね。グリップ部の太さは 12.9mm。 いや、やっぱり太い。かなりの太軸です。リング部の径は 14.6mm でした。なかなかない太軸ボールペンです。めっちゃテンションが上がります。それでは重心の位置を確認しましょう。もうちょっと前、後ろ、この辺りですね。重心位置はペン先から81.7mm、高重心、リアヘビーのボールペンです。とはいえ、比較的ペンの中央付近に重心がありますね。バランスは良さそうです。グリップすると、このあたり、リングの少し下にペンの重心があります。手にずしりと重みが乗っかってきますよ。ほら、このあたり、ペンの中央あたりに重心があるんで、程よい高重心って感じでしょうか。さて、この八面体のボディは、なかなか独特な持ち心地です。同じ八面体の壁子オリジナルは、衝撃の持ちやすさだったんですが、こちらのペンは太さがあるためかすっごく持ちやすいって感じじゃないですね。XEZOマエストロヴィンテージコレクションはツイスト式ボールペン。軸を回転させてペン先を繰り出します。お、シルクのような滑らかな回転。気持ちがいいですね。そしてペン先を繰り出した時にしっかりロックします。ロック感もロック音もおとなしめです。ロックを解除すると、スルッと音もなくペン先を収納します。極上のツイストフィール。これはなかなか独特な感覚ですね。軸が太いのもあるのか、普通のボールペンのツイスト感とはちょっと違うんですよね。すごくいい。それでは、インクリフィルを見てみましょう。軸を回転させて取り外します。回転は滑らかですね。結合部は両側とも金属です。そして、インクリフィルは国際標準の G2 タイプ、いわゆるパーカータイプです。こちらはスピードマスター930の M サイズ。メイドウィズスイス、ジャーマンパーツと印字があります。スイス製、ドイツ製のパーツを使用して作られたリフィルです。実はこちらはゲルインクのリフィルなんです。軸側にスプリングが残っていました。落とさないように、なくさないように気をつけないと。それでは、元に戻します。おー、滑らかに滑るように回転します。やっぱりこのツイストフィールは気持ちがいい。私は好きですね。このガツンと太軸、重量級のボールペンは手の中での存在感が半端ないです。手に取るだけで楽しいです。今回、このやばくてやばくて素敵なマエストロヴィンテージコレクションボールペンは、XEZOからご提供いただいたものです。ありがとうございます。おかげで、XEZOのペンが7本になりました。6本差しのペンケースには入りきらなくなってしまいましたね。こうして並べるとどれも魅力的なペンなんですが、やっぱりシーシェルのペンはひときわ存在感があると思います。そして、マエストロはセンターキャップ、クリップ、転換のデザインが同じなので、並べると統一感があってすごくいいですね。しっかり映えてます。うっとりします。たまにはこうして屋外で撮影するのもいいですね。ペンが映えますし、ウグイスの鳴き声が春を感じさせます。冬は寒くてちょっと無理でしたけど、これからはいい季節になりますからね。それでは、筆記してみましょう。ノートはおなじみ、マルマンのビジネスノート2もしね。横型英語サイズの5ミリ方眼形。仕事でも使っているお気に入りのノートです。そして、ボールペンはこちら。XEZOマエストロヴィンテージコレクションボールペン。ブラック&ホワイトマザーオブパールです。このツイストフィールが気持ちよくてたまらんですね。では、書いてみましょう。インクはゲル。私は普段ほとんどゲルインクを使いません。おや？ゲルってこんな書き応えでしたっけ？ペペン先が少しサリサリします。ボール系が小さいからかな。私があんまり経験したことがない手応えです。手応えが悪いってわけじゃないんですが、面白い感覚。インクフローも最低限って感じで、インクの色も真っ黒じゃないし、油性インクに近い気がします。そして、51.6g という超重量級で 12.9mm という超太軸グリップの8面体ボディ。持ち心地も新体験で楽しいですね。重心はペン先から 81.7mm とやや高めですが、ペンが後ろに振られるような感覚はなく、すごくバランスがいいと感じます。あくまでも私個人の感覚です。私は太軸重量級ディアヘビーボールペンが大好物なので、それだけでワクワクします。しかも、タヒチ産のブラックマザーオブパールとホワイトマザーオブパールの両方を増眼したボールペンですよ。MOP の表面にクリアコートを塗ってないとのことで、本当かなと思って2度念押しの問い合わせをしたんですが、コーティング処理はしていないとはっきりと回答がありました。本当かな。つなぎ目が全くないんですよね。本当にポリッシュのみでこの仕上がりだとすると、すごい技術です。やっぱりゲルっぽくないインクですね。筆圧を抜くと薄い線が引けちゃうんですよね。不思議です。それではペン先のガタつきを確認しましょう。クリップを上に向けると、ガタつきません。かすかに音がします。この角度もガタつきがありません。ガタつきはありませんでした。ガタつきはないじゃないですか。ちょっとびっくりですね。この見た目から勝手に大雑把な精度だろうと思っていましたが、ペン先にガタつきはありませんでした。筆記性能も高いんですね。失礼しました。指で動かすと動きます。これだけ動くのにガタつかないんですね。ちょっと不思議。XEZOマエストロのヴィンテージコレクションは本当に存在感があります。角度によって表情を変えるこのペンは、動画を撮ってて楽しくて仕方がありません。いろんな角度から眺めて楽しめます。一方でいいところばっかりじゃないですね。壁コオリジナルを手にした時に、8面体の軸の指にジャストフィットする持ち心地の良さに驚愕したんですけど、こちらは太すぎて指にジャストフィットしないです。そしてマザーオブパールを磨き上げた表面は汗で滑ります。その意味で持ち心地が最高とはなりません。ただそんなことはどうでもよくなるくらい気分が上がるペンですね。あ、そういえば言い忘れてましたが、こちらのマエストロヴィンテージコレクションのペンは合計で100本弱しか製造されていないとのことでした。とても希少価値が高くて所有欲を刺激します。今見てみると XEZO の Amazon Japan ストアからこのペンがなくなっていました。つい先日まであったんですけどね。本国の XEZO 公式ウェブサイトにはまだ掲載されています。ずうずうしくもこのペンをおねだりしてしまった私ですが、たまにはずうずうしさも必要かもしれませんね。XEZO のヴィンテージコレクションは2004年に製造されたマエストロシリーズのオリジナル製品の一つです。このゲルインクは 0.7mm 幅。細いです。好奇心からどうしてゲルなのってXEZOに聞いたところ、ゲルインクの方が長時間いろんな種類の紙で安定した筆記ができると考えているとジェニン氏から回答がありました。では、せっかくなのでイージーフロー芯に変えて筆記してみましょう。スペアのリフィルが同梱されているのは本当にありがたいですよね。おかげで我が家にはイージーフロー芯が結構集まりました。スプリングをつけて差し込みます。イージーフローはドイツシュミット社の低粘土油性インク。多くのペンメーカーが採用している人気のインクリフィルです。書き味がどう変わるのか楽しみですね。こちらは M サイズ 1mm ですから太いですね。そして黒色が濃いです。紙の上を滑りますよ。標準装備のゲルよりも滑らかに感じます。ペンの重さがあるので全然指に力を入れなくてもサラサラと筆記ができますね。これはいい。同じイージーフローでもペンのサイズ、形状、重さ、重心などが違うと筆記感が変わります。このペンとイージーフローの相性はいいんじゃないですか？XEZOのマエストロヴィンテージコレクションのブラック&ホワイト MOP ボールペン。存在感が半端ありません。タヒチ産 AAA グレードの黒蝶貝と白蝶貝の殻を手作業で正確に計測し、カットしてペンに増眼した後、ファセット加工を施して徹底的に研磨されています。それでこのように魅惑的な光を放っています。自然の貝殻ですから一本一本色合いが異なっており、一つとして同じものはありません。ガツンと重くてぶっとい八面体のボディと黒と白が共演するマザー・オブ・パールの独特の輝きが筆記時にも手の中で圧倒的な存在感を放っています。持ち心地も書き心地もかなり刺激的ですよ。使っていて興奮します。なかなかこんなペンはないですね。世界に100本もない特別なペンがご縁があってこうして私の手の中にあるわけですが、XEZOはようやく日本でも認知され始めてきましたね。動画でも時々見かけるようになってきました。少し前に YouTube や X でXEZO流行らせキャンペーンと称していくつかの動画が上がっていました。XEZOからペンを提供していただいた身としては、こんなことは絶対に言っちゃいけないんですけど、あんまり流行ってほしくないなというのが本音です。皆が持っている流行りのペンは惹かれなくなっちゃうんですよね。魅力的だから流行るんでしょうけど、ブームになるとちょっと冷めちゃいます。元来へそ曲がりなもんですから。ジェニン氏から日本の消費者について興味深いコメントをいただきましたので、ここでシェアします。日本の消費者はアメリカやヨーロッパの消費者とは違った独特の思考や行動を示しているとのことでした。例えば商品の細部と品質への細心の注意を優先し、顧客サービスに対する期待も高いと。そして日本の消費者はXEZOが提供する全ての関連資料を熟読する傾向がある。その結果、日本の消費者はXEZO製品の詳細や採用している技術の複雑さを把握しているとのことで、日本の消費者を高く評価しているという嬉しいコメントでした。確かにできるだけ情報は隅々まで目を通しますね。好きなものについてはもっと知りたいですから。ということはアメリカやヨーロッパの消費者は違うってことなんでしょうね。面白いですね。さて、今回の動画はいかがだったでしょうか。推しブランドXEZOから提供していただいたマエストロヴィンテージコレクションのブラック&ホワイトマザー・オブ・パールのボールペン、最高でしたね。仕事の小道具チャンネルは高級ボールペンに特化して紹介する専門チャンネルです。そして紹介するペンは原則皆様におすすめしていません。もちろんこのペンもおすすめいたしません。ただ私の気持ちを上げてくれるボールペンを主観たっぷりに紹介しています。良し悪しではなくて好きか嫌いかをお伝えしています。これからもいろんな高級ボールペンを紹介していきますので、高級ボールペンに興味のある方はぜひぜひチャンネル登録をお願いします。気軽にコメントを残していただけると励みになりますし、嬉しいです。できるだけコメントには全て返信いたします。もしよかったら高評価もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。